バブー、ごえー、ゴーが子供になっちゃった。いや、ただ子供の格好してるだけだよ。で、何してるのゴーンジ。いや、子供の時にはできてたけど、成長するにつれてできなくなったことってあるだろ。まあ、確かにあるけど、それが何なの。子供の時にできて、今はできないって悔しくないか。だからこうして子供に戻ってみたってわけさ。いや、何がしたいのか全然わからないんだけど。というわけで、子供の頃なぜかできたこと8選、スタート。うわぁ、この虫気持ち悪い。ルイ、取って取って。無理だよ、僕も芋虫は触れないよ。よいしょっと。え、よっしゃ、芋虫ゲットだぜ。虫を触る。子供の頃は平気で触れたのに、大きくなると気持ち悪くなっちゃうんだよな。特にお腹のぷよぷよした部分とか。あるある度 80%。 うわぁ、雪。通りで寒いはずだよ。やっほー、雪だ。え、嘘でしょ。冬でも半袖半ズボン。なんで寒くなかったんだろう。子供は風の子だからなのか。あるある度 100%。 よし、休み時間だ。まずは鬼ごっこ。うわー、待てー。次はサッカー。どりゃー。次はドッジボール。くらえー。なあ、休み時間もう終わりか。遊んだ遊んだ。いや、10分でどんだけ遊んでるの。休み時間の10分間でめっちゃ遊ぶ。少ない時間でも遊びまくるんだぜ。あるある度 60%。 今日の給食は白いご飯だ。おい、ご飯大好きなんだぜ。うん、ご飯うまいな。牛乳も美味しい。牛乳と白米を一緒に食べる。普段は食べない組み合わせだけど、給食で出たら気にしないでモリモリ食べるよな。あるある度 80%。 ベゲッツ、木登りしようぜ。いいね、いいね。よし、俺が先に。え、ほ、よっ。ふう、いい眺め。おいお、僕にも登らせて。木登り、子供の頃は怖いもの知らずだったよな。ちょっと高いところの方がテンション上がったもんだぜ。あるある度 50%。ルイ、疲れた。もうちょっとで家着くから。俺も疲れたぜ。よいしょっと。あ、そんなとこで座んないで。地面に座る。お尻が汚れるとか気にしないんだよな。座りたいときはどこでだって座っちゃうぞ。あるある度 60%。 それじゃ、今日はみんなに将来の夢を発表してもらうぞ。将来の夢とかみんなの前で言うの恥ずかしいな。はい。お、それじゃあゴーンジ。俺の将来の夢は、ゴーンジは堂々と発表できてすごいな。モテモテになることです。そうだな。将来の夢を堂々と発表。堂々と自分の夢を語れるってすっげえことなんだぜ。アラルド 80%。 あら、ハヤト、今日は日曜なのに早起きだわね。まだ8時よ。だってゲップおじ見なきゃいけないからな。日曜の朝8時にアニメのために起きる。日曜の朝はアニメのゴールデンタイム。絶対に見逃せないんだ。あるあると 99%。 ほらな、子供の頃にできたのに今ではできないことってこんなにもあるんだ。まああるけど、その格好は何の意味があるのさ。ルイは分かってないな。子供にしかできないことといえば、さあいざ行かん。やめんかい。はいはい、捕まっちゃうから帰り待ちよ。なあ、俺はまだ子供なんです。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけないよね。